皆さんこんにちは。今回は7月10日から15日までのニュースをお伝えします。ではラインナップをご覧ください。トップニュースでは品川区文化芸術フォーラムの話題をお伝えします。トピックスではモルディブ政府関係者が小山小学校を訪問。品川 CSR 推進協議会総会の話題を。品川の風景、今回は戸越銀座のボンボン巡りをお楽しみください。その他ご覧の出来事をお伝えします。では最初のニュースです。品川区文化芸術フォーラムが開催されました。まずはその話題からお伝えします。7月12日区役所で品川区文化芸術フォーラムが行われ、東京2020大会に向けての品川における文化芸術の在り方を探りました。このフォーラムは品川区が東京2020大会でホッケーとビーチバレーボールの競技会場として選ばれていることから、2020年に向けて文化芸術の面でも機運を盛り上げていくためのキックオフイベントとして開催。はじめに浜野区長が挨拶しました。2020絶好の機会でございます。多くの方が品川区にも訪れてくださる、その機会にぜひ皆様方のお力をお貸しいただきまして、品川の文化ここにありということで発信をしてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。フォーラムでは一般社団法人芸術と創造の和田江代表理事が国内外の文化芸術面の取り組みを紹介。演劇祭があるんですけども、これに呼ばれています。続いて区から品川区文化芸術振興協議会発足と今後の事業展開として、昨年行った準備会で出された意見や課題、協議会の目的などが報告されました。開催いたしまして、さまざまご意見いただき、その意見の内容でございます。そこはちょっと立ち上げ、また和田江代表理事をモデレーターにパネルトークも行われ、参加団体の活動内容、地域とのつながりなどについて紹介されました。それだけ29の団体のものに触れてもらおうということで、毎年夏休みの1日にですね。続いてはトピックスです。モルディブ共和国の政府関係者が小山小学校を訪問した話題からご覧ください。7月10日、モルディブ共和国の政府関係者らが小山小学校を訪問し、授業の視察などを行いました。これはモルディブ共和国が世界友達プロジェクトにおける同校の交流国であることが縁で、今回の訪問が実現。この日訪れたのは国家テロ対策センターのトーハ・アブバクさん、若者スポーツ省のアミナス・ラシェーダさん、イスラム省イスラム放送局のアイシャルハ・マフムードさん、ジェンダー家族省のアミナス・シャレーフさんら6人です。一行はまず給食の時間に6年生と一緒に和食器を使った食事を体験し、児童と交流を楽しみました。そして1年生の教室に移動し、市民科の授業を視察。なぜ決まりがあるのかを考えようというテーマで行われた授業に興味深く耳を傾けていました。トーハさんは日本政府の支援によってモルディブに作られた学校で学んでいたので、日本の学校に訪問できたのはとても良い経験でしたと話し、アミナスさんは児童たちが規則正しくて人を尊敬する心を持っていることが素晴らしいですと感想を述べていました。
7月12日区役所で平成30年度品川 CSR 推進協議会の総会が行われました。お怪我できれば考えております。引き続きよろしくお願いいたします。それでは私の方から品川 CSR 推進協議会は企業と区との共同で私たちの町品川区を作るという理念に基づき企業の社会貢献活動を推進することを目的に平成22年に発足。総会当日現在で74社事業所と品川区を加えたメンバーで構成されており、この日の総会には47社が出席しました。以上でメールマガジンでございます。メールマガジンは今年度も毎月発行する予定でございます。はじめに協議会の会長を務める浜野区長がお互いに理解を深めて区内企業としてどのように社会貢献ができるかを考えていただきたいですと挨拶。活動を通して社会に貢献をし、総会では企業3社が社会貢献活動状況を報告し、企業の特色を生かした活動内容を参加者は熱心に聞いていました。その会社方針に沿っていろんな活動をさせていただくことというのはですね。それでは資料7でございます。最後に品川区から品川防災学校事業所コース参加者の募集や品川子ども食堂に関するお願いなど情報提供や事業への協力依頼がありました。教育委員会がベースにまたこういったコーディネーターが間には入っていない。次は多様性尊重講座と映画会、普通って何、違うことを認め合うの話題など3つ続けてお伝えします。7月10日から24日にかけ、普通って何、違うことを認め合うをテーマにした多様性尊重の講座と映画会が計3回行われました。これから先の未来が続いています。この1年の差を作ったのって何だったんだろうって考えると、見た目の表現する性、これは人は皆一人一人違うということを認識し、自分とは違うさまざまな生き方を認め合う大切さを考えようというものです。では同じように前方に人が出てきますので、この人は1回目の講師は武蔵野大学大学院の中島さんで、テーマは性の普通って何だろう、 LGBT を知っていますかについて、性の多様性についての正しい情報と知識を持ってほしいと語りました。17日には2回目の講座をありのままを生きるというテーマで実施し、24日にはキュリアンで映画会を開催。参加者は無意識の男女枠や何々らしさなどが自由を制限していると気づくことの大切さを学びました。理想的な体イメージに悩んでいる子に対しても、7月11日14世北六平太記念能楽堂で、品川シルバー大学ふれあいアカデミー生き生きコースで能楽の世界を受講している50人が歌いの発表を行いました。この能楽について学ぶコースは公益財団法人14世六平太記念財団の協力を得て、品川シルバー大学で今年初めて実施した講座で、能を構成する要素を学びました。また毎回講習の最後には歌いを練習。最終日のこの日は講座の総仕上げとして高砂とひばり山の一部を披露し、友達や家族の前で講習の成果を発表しました。誰を見に来たの？お家とかでも練習してた？うん、してた。いや、第一声降りてきたら会ってなかったよって言われて、揃ってなかったって言われて、ずっと。成果発表の後には講師陣が姉妹を披露。受講生はプロが演じる能の世界を堪能していました。
品川水族館では9月17日まで夏の特別展海を知って巻貝の仲間なんだって展を開催中です。一見ナメクジを連想させる海牛、色や形も様々で、その種類は世界で3000種以上とも言われています。今回はシンデレラ海牛、花乙女海牛などを展示。またウミウシと同じく巻貝の仲間であるアメフラシやクリオネも一緒に紹介しています。不思議な形をしていたり色が鮮やかであったりするウミウシ、楽しく観察できますので、夏休みにご家族でお出かけになってみてはいかがでしょうか。次は品川の風景です。今回は戸越銀座の夏の風物詩ボンボン巡りをお楽しみください。今年も区民祭りの季節がやってきました。今回は7月2週目に開催された各地域のお祭りをご覧ください。7月14日、第4日の小学校で大崎第一地区の区民祭りが行われました。オープニングを飾ったのは品川学院エンタ部の子どもたちで、品川区の PR ソングプロミス品川にきっとの曲に合わせてダンス。式典の後には第4日の小学校金管クラブが演奏し、お祭りのムードを盛り上げます。盆踊りには浴衣を着た子どもも参加して品川音頭などを踊りました。また第4日の小学校の児童たちが4日のソーランを披露するなど、子どもたちの元気がいっぱいのイベントとなりました。桜新道の公道およそ250メートルを歩行者天国にして、7月14日大井第一地区の区民祭り盆踊り大会が行われました。特別出演のロンによるよさこいや美しい盆踊りの彩りが会場を盛り上げました。また民謡歌手の大塚文雄さんが司会進行のほか生歌も披露。会場の皆さんは大塚さんの声に合わせて盆踊りを楽しみました。7月14日、小山台小学校で荏原第一地区の区民祭りが開催されました。この地区の特徴は地区委員会が主催する子ども祭り。体育館では射的、ローラーコースター、キラキラ絵などのコーナーが並び、子どもたちの笑顔であふれていました。また校庭でもヨーヨー釣りやスーパーボールすくい、後ろ地児童センターのゲームコーナーなどがあり、子どもたちに大人気。そしてお祭りの締めくくりは盆踊りです。小山台一丁目町会とスズメ太鼓の子どもたちが叩く太鼓の音に合わせ、お揃いの浴衣をまとった地域町会の方などが大きな輪を作り、
盆踊りを通して交流の輪も広げました。7月15日品川学園で品川第一地区の区民祭りが行われました。校庭のステージで繰り広げられるパフォーマンスの数々がこのお祭り一番の見どころ。品川学園前期課程吹奏楽部がオープニングを飾ります。チアリーディングのベリーズ、一輪車パフォーマンスの御殿山ドリーム UC、 モダンダンスクラブのシーナル、品川学園後期課程吹奏楽部、台場小学校の児童による台場ソーランなど目白押し。健康太極拳 U の皆さんも子どもたちに負けじと張り切っていました。7月14日と15日の2日間、八潮多目的広場で八潮祭りが開催されました。初日には品川2020スポーツ大使に任命された元競泳選手でオリンピック出場経験者の伊藤花恵さんが会場を訪れ、地域の方々と交流しました。そして2日目はイベントが盛りだくさん。今年初めてフラッシュモブを企画し、八潮児童センターの利用者や区職員が品川区の PR ソング、プロミス品川にきっとを踊りました。3人のプロレスラーが出場し、熱いバトルが繰り広げられた八潮クラッシュ。ブラジル領事館が紹介したサンバチーム、セトールーンの皆さんによるパフォーマンス。八潮パークタウン内や多目的広場を練り歩くおみこし、品川音頭を歌った岩本久美さんのライブステージなどもあり、会場は大盛り上がり。日が落ちる頃から始まった盆踊りでは、昨年リニューアルされ歌詞に八潮が入った品川音頭などを老若男女が踊りました。最後は花火大会で今年の八潮祭りは終了しました。今回のニュースは以上です。さて次回は8月4日から子ども若者応援フリースペースオープニングセレモニーの話題などをお伝えします。7月8月は特別番組と区からのお知らせの前に品川音頭の踊り方をご紹介します。引き続き品川ホットホット、お楽しみください。品川ホットインフォメーション。地図